ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。マジックにはですね、これまで多くのカードが登場しており、そのどれもがゲーム的にもストーリー的にも何らかの意味を持っています。しかしその中には、なぜこんなカードが登場してしまったのか明らかになっていないものや、背筋が凍るほど怖い意味を持ったカードがいくつか存在しています。というわけで今回は MTG に関する恐ろしすぎる裏設定を取り上げていきたいと思います。まず最初に紹介するのはエムラクール生存説です。エムラクールといえば多元宇宙の最大の敵であるエルドラージョの中でも最強の一体として、何年もプレイヤーとストーリーの登場人物たちを恐怖と絶望の底に叩き落としてきたキャラクターです。ストーリー上では異界月のラストでタミオやジェイスなどの手によってイニストラードの月に封じ込められました。そのまま再び長きにわたり封印されて、マジックの世界にはしばらくは出てこないだろう、そう思われていました。しかし最近になって巷ではこのエムラクールが再び何らかの形でストーリーに登場する、いやもうすでに登場しているのではないかと、まことしやかにささやかれています。その噂の発端となったのが、闘争対戦で登場したアンコモンのプレインズウォーカーである放浪者。闘争対戦にはこれまでのストーリーで登場した37名ものプレインズウォーカーが登場しており、その中には闘争対戦で初めて出てきたプレインズウォーカーも3人存在します。新登場のキャラクターは謎めいた指導者カズミナ、盾魔導士テヨ、そしてこの放浪者。しかしこの3人のプレインズウォーカーの中で放浪者にのみいくつか奇妙な点が存在します。まず開発者のマーク・ローズウォーターによって、カズミナとテヨに関しては今後のストーリーや何らかのセットで登場するということが明言されています。しかし放浪者に関しては今後の展開について現在まで何の説明もなされていません。彼のブログであるブロガトクに、放浪者とはあなた自身であるとの書き込みがありましたが、これは後にあれはエイプリルフールのジョークだったとして訂正されました。仮に本当にエイプリルフールのジョークだったとしたら、なぜジョークの訂正を出す必要があるのでしょうか。さらには顔全体が見えている他の二人に対し、放浪者のみ顔が全て覆われており、その表情がわからないどころか、布で隠された顔の中身が人間であるかどうかすらもわからない状態になっています。なぜ放浪者のみここまで説明を避けられているのか。こうした不自然さを合理的に説明できてしまう仮説が、放浪者の正体があのエムラクールであるというものです。まずこの放浪者の見た目が前期からでのエムラクールの化身である女神エメリアと非常に酷似したシルエットをしているということがその根拠の一つとして挙げられています。さらにこの女神エメリアに関するカードとこの放浪者は白いカードという部分で共通しており、さらに放浪者の中精度能力である相手のクリエイチャーを追放する能力が滅殺に酷似していること、常在型能力も過去にエムラクールが持っていたプロテクションと似ていることなど、多くの点で類似している点があります。そして放浪者がエムラクールであるという説の根拠となるのが、放浪者の英語名であるザ・ワンダラーを並び替えるとリ・ザ・エムラクール、戻りしエムラクールになるという事実です。イコリアでも登場していた放浪者は闘争対戦以後も存在感を示し続けています。またも多元宇宙はエムラクールによる恐怖に支配されてしまうとでも言うのでしょうか。禁じられた7枚のカード。マジックには時々そのあまりの強力さからメタゲームが固定されてしまうことを理由にフォーマットのカードが禁止されることがあります。しかしマジックには多くのフォーマットが存在するため、たとえ一つのフォーマットで禁止されたとしてもカードとしての存在意義を失うことはほとんどありません。例えば先日スタンダードで禁止された創造のザ・オムナスなどは、統率者やモダン・パイオニアなどの他のフォーマットでは使うことができますし、スタンダードで使えないカードの中にも名カードとして長きにわたり
プレイヤーを楽しませているカードは数えきれないほど多く存在しています。しかし長いマジックの歴史では本来存在してはいけなかったカードとして全てのフォーマットとコミュニティからの抹消という他に類を見ない厳しい処分を下されているカードが7枚存在します。全ての記録から消されたカードは7枚存在し、トーナメントで一部使用されたものもありますが、その効果だけを見るとゲームバランスに影響を与えるほどに強力とは思いません。消されたカード群が印刷されたのはマジック黎明期の93年から95年に集中しており、この年代のカードが使用できるフォーマットであるレガシーや逃走者戦などに置き換えてみても、そのカードパワーには一見何の問題もないように思います。それなのに一体なぜここまで厳しい処分が下されるに至ったのでしょうか。2020年の6月頃、アメリカでブラックライブズマターという人種差別への反対運動が起きました。その運動の中で様々なサブカルチャーに人種差別的な表現が含まれているとし、ポリティカルコレクトネス的な視点から過去に作られてきた作品群を見直すべきなのではないかという動きが映画やコミックやゲーム、果ては銅像にまで及び、そしてその動きはマジック・ザ・ギャザリングにまで及びました。マジックは人種や年代に関わらず誰もが楽しめるゲームであるべきであるという思いから、人種差別を連想させる可能性があるカード群を全てカードリストから削除し、マルチバースから永久に削除しました。そう、これが魔法の呪文、大人の事情と呼ばれるもの。中には有名なカードも含まれていますが、詳しくは調べてみてください。血まみれの書の呪い。血まみれの書の呪いはイーストラードで登場したコモンカードで、呪いというメカニズムを持っています。呪いとは相手のプレイヤーにエンチャントして不利益を与えるというまさに呪われた効果。そしてこの血まみれの書の呪いはアップキープの開始時にライブラリの上から2枚を墓地に送るという効果を持っています。そしてそのフレーバーテキストは、一生かけた業績が凍り落ちるのを見た魔導士はそろそろ狂ってもいい頃だと考えたという、それだけでも恐ろしいもの。さらにその後、異界月でのインストラードへの裁縫で書庫の霊というカードが登場します。フレーバーテキストは最後の単語を読み終えると最初の単語に戻りまた読み始める。この2枚はイラストの本棚の色合いからろうそくの位置、本の背表紙の色まで、カードの細かい部分がかなり酷似しています。違っているのは書庫の霊が読んでいる本に一切の血が付着していないこと。この2枚が同じ場所で同じ本を見ているとしたらかなり不可解で恐ろしい符号が浮かび上がります。一生をかけた業績がこぼれ落ちるというのは自身の研究がその本にそのまま書かれていることだとします。しかし果たして血にまみれた本を普通に読むことができるのでしょうか。血まみれの書の呪いのイラストには魔導士の姿は描かれておらず、もうすでにこの世にいない魔導士だったとしても何ら不思議はありません。この魔導士が書庫の霊自身だったとしたら、書に呪いをかけたのも書庫の霊自身だと考えることができます。ではこの血は一体誰の血なのでしょうか。もしかしたらこの魔導士は一生をかけた業績がこぼれ落ちる瞬間を永遠に味わい続けるのかもしれません。石化石の天使。空かける石化石の天使はその美麗なイラストで人気のカードですが、イラストの顔がうかがい知れないところからどことなく不気味な雰囲気を漂わせています。彼女はアバシンのいない状況に耐えているが、導く魂の一つ一つに彼女を見なかったか尋ねているというフレーバーテキストを持っており、スピリットを墓地から手札に戻す効果を持っています。彼女が在籍しているアバシン教の教義において最も望むべきものは死後の安らかな眠りであるとされ、石化石の天使たちは人々がゾンビや悪霊として望まぬ復活を果たすことがないよう魔法による防護を与えてくれるとされています。魔法による防護とは何やら優しそうなイメージがありますね。フレーバーテキストもかなり弱気なイメージがあります。しかし同じイラストレーターであるフォワード・ライオン氏によって描かれた
決断の天使のフレーバーテキストでは、どう見ても同一人物である天使が同じアバシン教の教義を説いているのですが、少しだけ様子が変わっていってしまっています。死者にとっても霊族の身となるより完全に消し去られてしまった方が本望であろうと書かれています。もうアバシンの居場所を問うのはやめてしまったのでしょうか。さらに恐ろしいことに、同じイラストレーターによる翼切りのフレーバーテキストでは、この世界を守るべく作られた者たちからこの世界を救うという残酷な使命と書かれており、なんと人間たちに殺されているソロをかける石化先の天使が描かれています。この弱気だった天使がそんなことになっていることも、ここまで天使たちとイニスワードが変わってしまったということもかなり残酷に感じますね。ということで、マジックに関する恐ろしすぎる裏設定4選でした。まあでも、ユニストラードやファイレクシャーなどはね、もうそもそもの世界観から裏設定とはもう別にね、怖いところがありますよね。まあ、イラストからもね、グリサレが誕生した経緯なんかからもね、かなり怖い設定になってますよね。まあ実はですね、ハレリアにもね、恐ろしすぎる裏設定というか、裏話がありまして、実は、高田馬場にある、ハレリアトノメンセンター東京の地下には、あ、なんだ?おい!やめろ!あー!今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。